ロバート・ラングドンは、ダン・ブラウンのサスペンス小説、天使と悪魔、ダヴィンチコード、ロスト・シンボル、インフェルノ、オリジンにシリーズ主人公として登場する架空の人物。映画、ダヴィンチコード、天使と悪魔、インフェルノでは共に、トム・ハンクスが演じている。日本語吹き替え版では、ハンクスの専属声優のエバラ・セイシが、いずれも担当している。ハーバード大学教授。 宗教象徴学専門。アメリカ人。天使と悪魔では45歳。作中ヒロインから好意を抱かれることもあるが、徹底した独身主義者。無神論者であるが、他の宗教と信仰者に対しても寛容であり、たとえに仏陀やマホメットを好意的意味合いで引き合いに出すことも多い。むしろ、儀式が形外化して、本来の象徴的意味が忘れ去られ、寛容さをなくした。 現代の自称キリスト教徒を揶揄する発言も見られる。こうした信仰態度から世間では秘密結社扱いされるフリーメイソン会員の友人も持つが彼本人は教会員ではない。アメリカ合衆国マサチューセッツ州ケンブリッジのビクトリア様式の借家に住む。大学では飛び込み、水球の選手で学校の生徒からも慕われている。 ハリソン・フォードに似ているとよく言われており、学内でのニックネームは、イルカ。ハリス・ツイードに、ローファーというスタイルを好み、ミッキー・マウスの時計を愛用する。時計への愛着は並大抵でなく、インフェルの冒頭で病院の ICU から命からがら脱出した際、知ナイ氏が、血まみれの上着は、持ってきたのにミッキー・マウスの時計など知らないと、発言したことにひどく落ち込んでいる。 フィリップスエクセターアカデミー卒業。運転免許は持っているが、オートマ限定で、マニュアル車には乗れない。愛車はサーブ900です。幼少期に両親から離れ、深く狭い井戸の中へ落ちてしまうが、5時間も井戸の水の中で立ち泳ぎをして生きたまま救出されたことから、マスコミに取り上げられたことがあった。しかし、このことが原因で、大人になってからも、 軽度の閉所恐怖症に悩まされている。実際に作品の中でも飛行機やエレベーターに乗ったり、図書館の暗く狭い空間にいる時に気分が優れない様子が描かれており、ダヴィンチコードではエレベーターに乗るのを断ったり、運送トラックの中で怯えてしまうなどの場面があり、天使と悪魔では石棺の中にロストシンボルでは TLV のタンクに閉じ込められて、 臨死体験するなど作中で意図的にトラウマを喚起させられている場面が多い。直感像記憶という特殊能力を持ち、一度目にした象徴の配列を時間をかけて思い出すことができる。また象徴学の権威として当然古文書の解析や暗号解読を得意とするがそれ以外の分野にも白色ぶりを発揮し、ことに建築物や美術品の造形については非常に詳しい。 インフェルの冒頭では、重層で軽い記憶喪失に陥りながら、窓越しに見えた建物のシルエットだけで、別級宮殿だと看破して、フィレンツェにいるという確信を得ている。また、数字に対するこだわりも、上気を逸しており、抗議で、学生たちの強盗に対して、惜しいレレレレマイル離れた場所だな、などとからかい、歴史的事実も、年号だけでなく月日や自分まで判明していれば、 正確に記憶している。ロバート・ラングドンという名前は芸術家のジョン・ラングドンから取られている。大まかな内容は小説版と同じだが小説と時系列が異なるためいくつか設定が異なる。ダヴィンチコードが先に映画化された際、設定上で天使と悪魔との時系列が逆となったため、天使と悪魔ではバチカン側から批判されている。監督のロン・ハワードが ハンクスのキャラクターをよりシリアスなキャラクターに演出させるためにハンクスの天然パーマの髪型をストレートに強制させている。ミッキーマウス腕時計はダヴィンチコードではつけてる描写は表現されなかったが、天使とあくまでは逆に腕時計の表現が強調されている。インフェルノでは両親から幼い頃に買ってもらった形見であったことが説明され大気候に拉致された表紙に。 腕時計が破損してしまった。ありがとうございます。